その、ところで今回の婚姻について神里様はどうお考えでしょう。少し自分本位すぎたでしょうか。そんなことありません。人の恋路を妨害するなどあってはならないことですから。周りからは様々な声が上がるかもしれませんが、あなたもきっと後々の問題を考えた上でご決断されたはずです。ええ、おっしゃる通りです。ならば自信を持ってください。強い意志を持つ者はすでに決めたことに揺らいだりはしません。